はい、ディビジョン2、続きやっていきたいと思います。今日も夜空が綺麗です。ミッション帰ってくると朝になってたりするのかな？はい、じゃあやっていきましょう、プロジェクト。あ、これが前のあれが残ってんだ、スチールがとりあえず80足りないんで、これなんとか頑張って入手していきたい。ポトマックイベントセンターか。あと、リンカーン記念堂。そうね、今回はポトマック記念堂と、懸賞金30溜まってるんで、ここ行こうか。あ、20か。よし、じゃあ今回はまずここから行きましょう。ここに行って、ね、その月終わったら、ポトマックイベントセンターの方にね、チャレンジモード挑戦していきたいと思います。よろしくお願いします。標的は近くにいる。はい、まず、どこだ、ここは、みたいな感じだけどね。よろしくお願いします。やっていきたいと思います。別のエージェントがグループに加入。Hello。マインちゃん行こう。ほいっと。正面にいるのか。UAV を展開する。うわ、いっぱい来たぞ。角度悪いわ、ここやばいわ。怖え。オッケー、これだけ破壊して次行こう。よしよし、マインちゃん行こうか。1秒行こう。ふう、一瞬で終わったね。はい、まあそんな感じで今回はね、前回パートから装備なんか拾ってたんだけど、それを装備してスキルの方がようやく9に到達しました。はい、こんな感じでスキル黄色が9になって、まあちょっとね、BTSU データグローブの威力が増したかなって感じあります。よし、じゃあこのままポトマックイベントセンターのチャレンジモードを開始するまでね、カットしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、始まりました。よろしくお願いします。現在の装備もね、特化型じゃなくて、ハイブリッドタイプで、まあどこでもなんかこのやっていけそうなビルドをね、やってる感じですけど、なんかちょっと完成した感あるよね。よし、こう。こっちがいいわ。で、前回、プロビデンスだっけ？プロビデンスかなんかの銅。で、まあもう、角度が悪いか。OK。よしこ。特にアイテム落ちてないしな。で、そこに黄色を差し込んで、ようやく、念願じゃないけどね、黄色9にできたんで。まあこれでブレインがいることは分かった。これのことか。よし、これでデータグローブもチャージできたし、集中みんな。オッケー。もうリキャストしてるからな。ゴーゴー。
ケー。他はないよな。よし、こう。まあ一応これだけ、確保しとこう。そろそろグレネードもカウントしそうだな。命令を待ってるんだ。ブレインがボートに乗り込んでしまえば捕らえるのは不可能だぞ。あとの進め、もう目の前だ。オッケー。目が見えないうちにこっちに来るぞ。いって、これ食らうんだ。オッケー、回復するわ。リキャストしてるし、データグローブも色変わってるし、このまま行こう。ゴー。 OK。 よいしょ。どこ行った？ゴー。前に行こう。わあ、ハンマーこんなとこいいんだ。みんな頑張って頑張っていこう。オッケー、オッケー。回収まだいい。普通にリロードしながら回収していくか、この辺。ドックは目の前だ。間に合うといいが。なんで、装備、なんか厳選っていうかね、いい装備があれば、そのまま更新していく感じですね。やつらをボートに近づけるんだ。なんとしても止めろ。ゴー。あー、殺せるかな。オッケー。やっべ。なかなかくたばらねえな。どこに造影をよこせ。造影の来る前にちょっと生き返らせに行くわ。生きて。みんなその間に壊しちゃって。オッケー、行こう。任した。向こうにいるんだよな、次は。蹴るぞ蹴るぞ蹴るぞみたいな。くそ。くそ、蹴るぞ。オッケー、プランを少し変更する。オッケー。ボートを潰され、ターゲットはまだ中にいるはずだ。決して奴を見逃すなよ。あはん。よいしょ。よいしょっと、行こう。なんか広いら、あ、携帯電話。あ、これ取ってなかったんだ。こいつはどうする？まあ聞きながら行きましょう。ダメか。マインちゃん、こう。
毎日行こう。あー、またハンマーさんか。ネクラマシ行っとこう。行こう。弾切れか。そろそろ切れるからグレネード行こうか。ほいっと。マインちゃんお願い。ドゥーン。OK。回収して。ゴー。またハンマーさんいるわ。ハンマーいっちゃうざいんだよな。目くらましも入れとくか。ほい。どう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 。毎日はいけるね。行こう。行こう。リロード普通にしちゃうよ。OK。そこにいるんだろ。オッケー。まだどこ、まだいるの。マインちゃんお願い。普通に移動したよ。で、マインちゃんリロードしてるし、ゴー。こっちになんかあったよね。あ、開けまーす。ケルソンなしでブレインを捕らえるの。アルプスサミット。あとここにもね。なかったっけ？気のせいだっけ？みんな急いで行ってんね。ここほんと悩むんだよな。上に行くか下に行くかみたいなね。なんか上に行った方がいい感じだからね。グレネード。OK。Go。 Go。 OK。 Go。 Go。 OK。行こう。下に飛ばすか。行こう。弾切れ。普通に移動しとくわ。みんな任した。場所を回収しよう。今はポリカよりスチールが欲しいよな。ビル内を確認するんだ。はいはい、行きましょう。アリアス、サンクス。さてさて、オーベン、オーバーロードだって。回収。なんかこういうのがあるからさ、ケルス絶対怪しいんだよ、こいつ。絶対なんか悪いよね。怒られるけどさ、ケルス好きの人からすると。OK。またハンマー来たぞ。マインちゃん、行こう。
またハンマーが空きできそうだからこの辺通しとくか。うわーもう角度悪いな。あーでもファイヤーほんとグッジョブで入れちゃおうか。こう普通にリロードしちゃって、ゴー。めっちゃ奥にいんな。グレネード行ってるか。よし、毎日行こう。そろそろ救出に行くわ。みんな任した。生きて生きて。オッケー、マインちゃん、ゴー。回収しとこう。OK、 いい感じ。取りこぼしないよね、大丈夫ね。よし行きましょう。いよいよ最後ですね。ここは結構死ぬんだよな。はい、ここも上に行ったりするのもあるけど、個人的には下ですね。よし、じゃあ開けます。よろしくお願いしまーす。ゴー。ゴー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 。4。ゴー、持ってくぜ。ゴー。次もよしこ、ゴー。マインちゃん行こうか。そうそう、ゴーで、よしこ、ゴー行こうか。マインちゃん、ゴー。上か、いけるだろう。マインちゃん、ゴー。 OK、 マインちゃん回復。はいはい、どんどんおいで。マインちゃん、オッケー。行こう、行こう。よし、ブラインダー。行けるとこ行こう。行こう。オールさん。お疲れさん。まあ、今回スキルマンがみんな多かったな。マインちゃん、オッケー、行こう。オーイエー。
回収回収。はい、お疲れ様でした。じゃあ成績確認しましょう。はい、与えたダメージは多いけどキルはね、はい、こんな感じになっております。別のエージェントがグループリーダーに昇格しました。はい、じゃあこのままね、あのホワイトハウスまで戻りたいと思います。お疲れ様でした。はい、戻ってきました。じゃあ成績確認しましょう。成績ってかね、拾ってきたアイテムチェックしていきましょう。今回マスクあるんだ。どうでしょう、バッジャー対エリカ。あーね、とはいえあのバッジャーね、どっか一つの部位つけてもいいかなって感じよね。対エリダメージが 7% 純粋につくんで、それこそマスクなんか対エリプラス特性で対エリートダメージ 40% 近いのが入手できればいい感じよね。ね、あとデストラクティブは外せないしな。なかなか、なかなか 16%、33%。まあいいよね。だったら自分の今のやつを移植してもいいしな。とか思ったりとかね。来たね、タイエレ 41%。これは、お気に入り入れといて。まあ移植するか移植しないかは、後で決めましょう。はい。ペトロフ。今回はアルプスサミットペイロード。もうあとはね、スキルパワーはもう3000未満に落とさない感じで意識してやっていく感じですね。ホルスターに関しては、うん、この辺がちょっと検討したい感じのセット装備混ぜていくと結構面白いことになりそうだしね。見てるとさ、はい、リヒターカイザープリサイスヘッドショットダメージ15%。なるほどね。ダグラスデストラクティブ、移植するなら残しておかないといけないけど、まあ悩むなら悩むで、その時悩めばいいしね。はい、じゃあバックパックどうでしょうか。ないね。データグローブ装備してるから、ここは本当に脳死状態でもうジャンク行きですね。はい、2%。どうでしょう。うん、村上さんもな、いらないしな。でも今後さ、普通に純粋に LMG ダメージ特化とかで行くならば、ハードヒットとかね、この辺残しておかないといけないけど、その時はその時で、またその時掘ればいいし。はい、箱を開けましょう。うん、5.11 タクティカル。あと、タクティカルスーパー。いらなそうな感じだな。はい、じゃあ武器ですね。現在これ装備してますけど、これに代わる LMG が入手できれば、まあ、速攻乗り換えてもいいかなと思うんだけど、なかなかね、なかなか出ないよな。あとサイドアーム、ここはちょっとね、若干適当な感じだったんで、ここにね、このフィニッシャー以外のもの何か装備して、なんか発動して良さそうな感じのやつ、その系をちょっとさ、掘っていきたいよね。うん。よし。はい。じゃあまあ今回はこのとこで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。